リクエストをいただいておりましたシーンの正直レビューとルックブックを撮っていきたいと思います。はい、ではなんかいっぱい頼んだんですけど、ちょっと欠陥品、なんかその在庫がもう完売しちゃってて、あのないものもあったんで、ちょっとね数がね少なくなっちゃったんですけど、レビューしていきたいと思います。はい、1個目は服からじゃあいきますね。まずね、じゃん、可愛くない？このちょっと素材感的にサテンっぽいトップスのこういうねシャミっぽい V ネックのトップスをセレクトしました。じゃん、可愛いよね。なんかすごいシワシワなのかなって思ってたんですけど、まあ、案外そうでもない。ちょっと折りじわがつきやすいかなぐらいで、でもねこういうサテンの素材ってねそもそもつきやすいから、まあ、全然いいかなって感じで、なんかねこのバストの部分は裏地がついてるので透け感があのこんな白いのに全然なくて、割とねトップスのこの下の部分だけ若干透け感があるかなぐらいなので、下着は多分ねブラの上に着ても大丈夫かなと思います。そんなに安っぽくないです、見た感じ。よきよき。はい、で次これはね、じゃーん、こういう白のキャミワンピを選びました。これ後ろがこういうねチャックで下げて着るタイプのやつなんですけど、めっちゃいい。こうやって着れば割とさらっと着やすいかなっていう感じなんですけど、なんか思ってたよりもちょっと丈が短かったので、そう、そこだけちょっとねあの身長が高い方は気をつけてほしい。でもこの下にそのパンツとかを私は合わせるかな。低身長の方はマジでこれ1枚で余裕で着れると思うんですけど、私はこういう白 T の上に着てパンツとかを合わせるといいかなと思ってます。なんかそんなに安っぽすぎない見た目なので、すごいすんごいプチプラなんだけど、あんまりプチプラ感ないかもって思います。なんかシーンってすごいさ激安だから、相当なんか写真と全然違うものが来るのかなとか最初ちょっと思ってたんですけど、全然めっちゃ素材的にもねそんなに安っぽそうじゃないからいい感じ。はい、次はインナー。こういうねめっちゃ普通のキャミを買いました。インナーとして何にも合わせやすそうだなっていうピチピチのねインナーにして、こういうキャミとかってさやっぱり緩いとこう前にかがんだ時とかにすごい見えるので、こんな感じでピタッとしたやつが欲しくてこれにしました。ただちょっとこの調整する部分がクリアのねプラスチックのあれなんか金具みたいな、金具じゃないなプラスチックのものなので、若干ここだけ見えたら安っぽく感じるかもってぐらい。でもまあ実際全体的にはそんなに気にならない。ただちょっと短いかも。おへそが見えるぐらいですね、これは。お腹が見えるぐらい。でも今はね割と暑いしお腹出しできても可愛いかなと思います。はい、これもね十分十分です。次、じゃーん、これめっちゃ可愛くない？トップスなんですけど、こういうねちょっとうねうねの感じになってて、でこういうタンクトップなんですけど、デイジースタンドネックソリッドタンクトップのベージュです。749円
ちょっとレビューでなんかちょっとちっちゃそうみたいな書いてあったから L にしました。でも全然 L でちょうど良さそう。あのね、レビューではここがちょっと SM だとちっちゃいみたいなの書いてあったんですよね。まあ、これもね体型によるから正直何とも言えないんですけど、で後ろはこういうねちょっとパールっぽいボタンが一つついてます。でこのパールっぽいボタンをね入れるこの輪っかがなんか硬いとボタンつけづらいんですけど、結構ゴムっぽい感じだからつけやすそう。ただちょっとこれはね多分ホワイト透け感があるので中に絶対キャミソールが必要かなって思います。でもこのうねうね可愛いよね。こういうオールインワンとかにの下に着たいね。可愛い。はい、で次がですね、なんとパンツをトライしてみました。なんかさ、結構私的に高身長な人は多分ね日本のブランドさんとかよりもこういうシーインとかの海外の方が長いから基本合うと思う。これもめっちゃぴったりだったんですよ、長さが。本当になんかどこも大体短くてあれなんだけど、でウエストは若干緩いけど、まあ、骨盤で全然私は止まるからあのゆるっと履けるなっていう感じで、まあ、ハイウエストで履きたい時だけベルトすればいいかなっていう感じです。超可愛い。これもねなんかそんなに一応若干アイロンをかけたんだけどそんなにシワシワって感じでもないかな。一回アイロンかけてしまえば。そうでボタンがねちょっとねこういうマーブルっぽい感じで可愛いっていうのと、後ろのポッケはフェイクです。そう、ただ前にはポッケがついてるのと、あとここにね2本ねタックが若干入ってるので、あんまりね細身すぎないかなって思って買いました。割とゆるっとしたシルエットのものを履きたかったのでそれにしてみました。が長さも超ぴったりだったのでまたこれも後で着用してお見せします。てかなんかマジでいい素材もね、全然そんななんか安っぽみたいな感じがないんですよね。そうだからすごい正解だった。これはなんかカラーパンツとかなんかトライしてみたいなみたいなパンツとかを買うのにはめっちゃいいと思います。でお次がじゃーん、ガラシャツにしてみました。なんかこれはブルーっぽいパープルっぽい方とブラウンであったんだけど、結構レビューではそのもう一個のお色味を皆さんご購入されてる方が多かったんですけど、私的にねこのブラウンめっちゃいいじゃんと思ってブラウンにしました。柄もさなんか絶妙なタイダイ柄って感じでシアーシャツで、なんかキャミソールとかたくさん夏は着るけど結局こういう羽織がさ日焼けとかの面でもさ絶対必要になるじゃん。だからめっちゃいいって思ってこれも。じゃん、可愛くない？こんな感じです。じゃん、ここに袖はカフスボタンが1個ついております。でもめっちゃいい感じ。これもちょっとね後でコーデで着ようと思うんですけど、こちらの柄シャツもセレクトしました。はい、いいねいいね、なんか全部結構当たりだった。でお次がですね、私が大好きな帽子を頼んでみました。じゃあちょっとさ、こうやって着たから折りじわがしっかりついてるんですけど、可愛くない？めっちゃこれ超可愛すぎていいんだけど、めっちゃいい。なんかこういうちょっとメッシュの素材になってるので夏でもね全然暑くない。まあ暑いんですけど普通の帽子より暑くないし、夏っぽい素材で可愛くない？じゃん、ちょっとここが尖ってるからウルトラマン感があるんですけど、逆にさこうやってかぶったらなんか横も気になるんですよ。だから私はウルトラマンでかぶってますね。これめっちゃ可愛い。こういうバケハ探してる人マジでおすすめ。これ惜しいマジでおすすめ。でもう一個ね白のバケハを買ったんですよ。こちらね
可愛くない？見て、ちょっとシワ感がある化け派なんですけど、これもちょっとオリジワがウルトラマンなんですけど、可愛くない？これね、なんかさっきの黒よりはここの高さが割と浅いので、なんか深く被っても顔がちょっと見えるかなぐらいの感じです。なんであんまりここがさ深すぎるのが苦手ですって方は、こっちのこれ黒もあったんで、こっちの方がおすすめかも。全然なんかがっつり顔も隠したいですみたいな人はこっちの方がおすすめです。あと素材感もね、めっちゃいい、可愛くない？マジでこれめっちゃ、私帽子大好きで、夏とかさ暑いから顔も日焼けしちゃうから毎日のように帽子かぶるんですよ。なんでこれおすすめ、めっちゃかぶりそう。シーインってさ、インスタで投稿するときってシーインっていうアカウントがあるのかな、それをタグ付けしてるのかな、みんな。なんかね、一応なんかデイジーとかブランドさんの名前があるじゃないですか、じゃなくてみんなシーインで投稿してるのかな、分かる人教えてください参考にします。はい横でさマネちゃんが爆笑してる、おもろかった。何友達みたいにしゃべってすごすぎる、一人で撮影してるのがじわるこんな感じでいつも撮影してるんですマジおもろい、笑ってるんやけどはい、でお次ですね、じゃーん、ボッテガ風バッグめっちゃ良くない？このボッテガ風です、ホワイトにしましたね。え、全然さ3500円ぐらいで売ってそう売ってるよね、てか他のブランドだと多分1万ぐらいするんじゃないかなね、こういうバッグ今流行りの。でもこれね全然安かったですよ、割安かった。これはね、いくらだったっけな、ちょっとはい載せておきます。めっちゃ安かった、しかもホワイトだからね、今ホワイトのこういうバッグ欲しかったんですよ、かわいいめっちゃ良きで、今あの膨らみが足りなかったんで、このクマちゃんを入れてる、このクマちゃんは別にシーンのものじゃないんですけど、膨らまかせるために入れてます。めっちゃ容量があって、このマジで超開くし、あとねポッケがこんな感じでついてるので超入る、なんか荷物が多いですみたいな人におすすめ。これは多分 500ml のペットボトルも入りますね、超良き、めっちゃ入りそうなバッグ。お次よいしょ、これさ見て、めっちゃ可愛くない？ちょっとシワがれていらっしゃるんですけれども、ほらじゃん、こんな感じのちょっとキャメルのあの革と麻っぽいジュート素材っぽいですね、夏素材のバッグを選んでみました。じゃん、これねショルダーの紐もついてるんですけど、まあ、私は多分手持ちバッグが好きなのでこんな感じで持つかなって感じ。こうやって肩掛けでも持てるのでそれも可愛いね。でしかもね、なんかこういう新品のバッグってここが硬くてなんかクーってしないと開かないものも多いんですけど、これは超絶なんかサラッとしたレザーなのでスルスルと開きます。そこがなんか初っ端から使いやすそう。中にはこういうちょっとブランドさんのモトフかな、ブランドのタグがついてるのと、ポッケが1個、ちっこいポッケがこんな感じでついてます。まあリップとかエアポッドとか入れれそうで、意外とね容量あるからこれもいいね。サングラスをちょっと入れてたんですけど、この中に入ってたねこのサングラスもシーインで、こういうね見えるシーインっていうなんか刻印がされてあるんですけど、これも可愛いからね選んだんだ、このサングラス見て可愛くない？なんかめっちゃカラーあったんですけど、私はブラウンが好きなのでブラウンにしました。じゃーん。なんか確かにお安いので、なんか持った感じは超軽いし、ちょっとプチプラだなっていうのは分かるんですけど、多分ねかけてたらバレない。うん、かけたらバレないけど、持った感じはちょっとお安い感は分かる気がする。でも可愛いよね、なんかこの配色
ベージュにブラウンのクリアレンズがついてるって配色が可愛いなって思った。しかもケースがちゃんとついてるっていうのがね、いいですよね。これもちょっとコーデに一緒に使いたい。本当はシーイン縛りのルックブックをしたかったんですよ。ガーって10コーデぐらい。でもその結局そのお在庫がないものが結構あったのでちょっと断念しました。はい、と次がねサンダル。じゃーん、ちょっとヒールがあるサンダルをセレクトしました。これは37のサイズを一応買いました。日が沈んだ。なんか私的にここがレザーなのかと思ってたんですけど、こういうね、なんて言うんだろう、ちょっとシアーっぽい素材でした。届いてみたら、わかる？こっちはレザー風なんですけど、ここがちょっとシアーっぽい素材でちょっとレディーな感じかなって思ったけど、まあ、パッと見遠目で見たらそんなにわからないので、まあ、全部真っ白なサンダルとしては可愛いですよね。あとちゃんとしてる作りが。で、お次、これねマジで感動したんですけど、じゃーん、Bさん。ちょっとね厚底があるんで、私は別に厚底いらないんですけど、でもね、あのね、めっちゃ歩きやすい。めっちゃ軽くてめちゃめちゃ歩きやすい。感動的です。そう、こういうちょっと裏側はギザギザになってて、私これはね35から36のサイズを買ったんですけど、ぴったりって感じでめっちゃ歩きやすいです。そう、なんか結構普通にデニムだったりとか、デニムに T シャツに B さんとかで、私結構ラフに行きたい時が多いので、選んでみた。かわいい、めっちゃ歩きやすかった。なんか変に100均とかでペラペラの B さん買うよりはこっちの方が歩きやすいと思う。足のフィット感が良かったですね。はい、でお次がアクセサリーをめちゃめちゃ頼んだんですよ。なんかさ、CEのアクセってめっちゃ可愛くない？で初めて見たんですけど思って、まず1個目がじゃーん、こちらのこういうビーズ、パールとゴールドの組み合わせのネックレスを選んでみました。で、ね、長さも結構調整できて、私は多分短めが好きなので、めっちゃ可愛くない？なんかもちろんすごいお安いんですけど、めっちゃ可愛いよね。めっちゃいい。ルックブックを着た時にアクセ全部一式シーインで揃えたいなと思ってて、そうで、もう一個ね、次はピアスを買ったんですけど、じゃーん、ピアスです。こちらちょっと先端がパールがついてて、フープピアスっぽいんですけど、ちっちゃいんですよ。ちっちゃい、かわいいんですけど、ちっちゃいよ。こうやって開けてはめ込むタイプでした。なんかさりげない感じが可愛いよね。いいじゃん、可愛い。今回はね全部ゴールドで選んだんですね。で次、リングの3つセットがあったんですよ。超得やんと思って選んだ。1個は1個ずついくとこういう形のリングが一つ。あ、ちょっと大きさは大きめかな。だから誰でも入るかも。こちらのうねうね、かわいくない？めっちゃ華奢だからお手手が綺麗に見える。こういうちょっとなんだろう、二重らせん構造みたいな感じになってるリングで、こちら3点セットでした。で、ネクスト、もう一個ね、ブレスレットがなんか写真で見たら可愛かったから頼んでみた。じゃん、結構ゆったりめ、大きいかも、可愛くない？ね、なんか重ね付けでゴールドでいけるかなと思って、じゃん、こちらアクセサリーセットを頼みました。ゴールド可愛いよね。
もう一つですね、このちょっとパールで綺麗めなネックレスと、まあ、割とちょっとカジュアルだったりちょっと強めに痛い日のこういう2連の、ね、ネックレスも飲んでみました。可愛くない？こういう系多いよね。ネックレスはもう今やレイヤードの時代と言っても過言ではないぐらいみんな重ね付けしてますので、こんな感じのコーデでつけてルックブック撮りますね。はい、かわいい。なんか多分あのお安いし金メッキなんで、あのすぐ剥がれちゃうかもしれないんですけど、でも安いからいいよね別にっていうなんかね、1万ぐらいしてさ剥がれるやつも世の中にはございますので、はい、あのね、写真とかで見たらめっちゃ綺麗だし、ちょっとお高いからいいかなって思って買っても剥がれるので、素材的にね剥がれるものも世の中にはございますので、あの全然このお値段でいいと思う、うん、こっちちょっとメッキが剥がれる可能性があるプチプラのものを選ぶか、もうガチで 18K とかのもう絶対にメッキとかじゃないやつに、もう3、それだと 3,4 万とかしちゃうんですけど、かですね、うん、アクセとか特にお高いけどメッキのものとか絶対、ね、もったいないよね、剥がれるから。だからこんな感じです。かわいい。はい、ではちょっと今から全部お洋服を着ていきたいと思います。それではルックブックスタート。Down when the world will stop without a sound, and the moment you will cry for